はい、ということでね、録画を開始したんですけれども、こちらを見てください皆さん。 Help me 意味わかりますか？助けてって意味なんですけれども、こちら大量に出てきたんですね。まず意味がわからないよね。要は作者、このマップの制作者さんがつけてるわけじゃないですか。マップの制作者さんが SOS 信号を出してると、それをマップで公開してるんよね。ということで今回はね、この Help me、または日本語で助けてって入力しても出てくるの、ほら助けてって、制作者が助けを求めているマップで遊んでいきたいかなと思います。なので皆さん、よかったらね、高評価とコメントたくさんしていただけると嬉しいです。じゃあやっていきます。まず英語で多分左上とかに出てくるのが一番遊ばれてるマップだと思うんで、これ Help 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 I can't stop help help 助けてって、止まれない、 I can't stop 止まることができない、助けて、どういうこと？やっていくわ。みんな音注意で、だいたいこういう系マジで音量注意でいこう。いきなりわーって叫ぶ系があるからマジで気をつけよう。え？あーあー、 Helloヘロー、あ、なにこいつ、頭、ヘッドだからね。え、動くこいつ、はいって、あ、動かない、ごめんなさいごめんなさい、あのネタじゃないから、こうふざけるのよくないな。まあ最初のマップはこんな感じか。まあ助けてっつって、なんか虐殺みたいなのが起きてるみたいですね。なんでこんなマップを作ろうってなるのかが俺はね、謎で仕方がないんですよ。はい、じゃあどんどんやっていくね。じゃあ逆に皆さん、助けて、日本語の助けてマップやっていきましょう。これサムネちゃんとしてるね。助けてって、ろうそくが立ってて終わりだね。作成日が2019年、約3年前らしいです。見ていきます。なんかチカチカする、なにこれ、なんかの、え、どう、ど、え、どういうことこれ、これ何、え、え、テレポートできませんでした？なんかテレポートできるようになってるっぽいわ。何かの部屋で、なんか扉がありますね。壺みたいなからなんか出てる、赤い液体が出てる感じかな。なんだろう、これ道なりに進んでいけばいいのかな。やっていくね、とりあえず。え、怖すぎ、なんかいない、あれ人、いや人じゃないね、人じゃないね。なにこれ、墓、お墓、これは人だ人だ人だ、は、どういうこと。この奥にもなんかあるっぽいぞ、ほら白いやつ、これリスポーンパッドかなんかか。え、クソ怖えんだけど。ホワイトボードに赤いマーカーペンというか、何かを書こうとしてたってことか。いないよ、後ろ。戻れなくなるんだけど、暗くて。で、ホワイトボードと赤いマーカーペンがあって、お墓。で、謎の人が覗いてる。で、このど真ん中にはろうそく。でっかいろうそくが1本。これ、日本勢の方が作ってると思います。さあ、全くもって世界観が分かんない、これ。だからこっちに入れたらワンチャンなんか分かるのかもしれないけど、まだ完成はしてないというか、ほらテレポートできないようになってるので、まあこれ以上考察しようがないですね。はい、ちょっと謎すぎます。次いきます、ガンガンいくね。私を助けてください。2021年11月、ここ3、4ヶ月ぐらい前ですね。はい、じゃあライトをつけてやっていきます。お、なんか手が動く、ほらすごくない、ほら手が動くわ。回れ回れやれ風、なんか後ろにも行ってるよ。どういうこと、どういうことやこれ。タケコプター、まあまあ、おふざけやめて。じゃあこの道なりに進んでいこう。この奥になんか家がありますね。この、うん、どこ、うん、手どうなっとるんや。トンネルがあって、多分車でこ、え、え、やばい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 、なんかやばい気がする、みんな、なんかやばい、なんかやばい、うわー、クソ怖えや。うん、クソ怖え。なんだこれ。お、死ぬほど怖えんだけど。音切っててよかったね。あの、BGM 切ってたんですよ。音切ってなかったら多分、うわーってなってたんだろうな。危な。助かったね。助けてって、これやっていくわ。次。助けを求めてるのにさ、なんでこんな怖いものを用意してんの？助けてあげる立場なんだけど、こっちは。ねえ、視聴者とか俺は助けてあげる立場だよ。なにこれ。え？なんでこの血のついた包丁俺が持ってんの ?We will kill for you. おー、なんか、なんかメンヘラの女の子が男を殺してるみたいな。これ、どういうことこれ、あの、スクールデイズだ。浮気したんだよ、ほら。なんか頭が、うん、まあまあまあ、あんま見ないで、モアイ像。うん、なんでモアイ像なん？ここで楽しそうにやってたんだろうな、カップルで。カップルでいろいろお茶会みたいなのしてたら、あ、何その女って、誰この女みたいな感じでちょっと喧嘩になっちゃったと。え、あんた浮気してんのみたいなのになっちゃったわけですね。
あーなんか髪が伸びてる。あどうもあのメスチオです。よろしくお願いいたします。ねえなんか怖いんだけど、なんかもっとストーリーとかをちゃんとしないとさ、全部俺の妄想の話になっちゃうじゃん。リリチオはどの立場でこれをやってるんだろうね。これが謎。リリチオのポジションがいまいちわかんないです。はい、じゃあ次。神様が助けてくれます。私の痛みを感じますか？私の悲しみを感じますか？私の苦しみお前にわかるか？私の悲しみお前にわかるか？え？ちょっと待って、怖い。タイトルから怖い。ちょっと見ていこう。普通の FPS のマップだ。は？ストーリー系？え？どういうこと？もう怖い、マジで。ああ、もう何これ、もう。走れない。牢屋？これ刑務所かどっかか？これ刑務所ですね。刑務所で何もない感じか。後ろから何もついてきてはない。扉は開かないって感じかな？なんかあれ開いてない？向こうのさ、牢屋だけ扉開いてないですか？あれ人？なんかいない？あれ誰か。え？ちょっと音上げる。泣いてるんだけど。出してくれみたいな感じか。なんでここだけ開いてるんだ。お前誰？待って、みんな絶対これうーってくるよね。ちょっと待って、イヤホン外した。もうこれ行くよ行くよ、これ行くよ、一気に行くよ。でも一気にわーってくるよ絶対。ほらね、ほらね、ほらね、この体験から外されました。私の痛みを感じますか？私の悲しみは私を助けますか？怖いってマジでありえないでしょ。まあ、なんでこんなマップ作ってんのマジで。怖すぎるよ本当に。え、どういう目的でこういうマップを作ってるんだろうね。よくわかんないけど、まあ、なんだろう、ツイッターの鍵垢みたいな感じで、まあ、要はストレス発散。例えばなんかいろいろやられてましたし、お仕事でストレスが溜まりましたって時に、まあ、ロブロックスのマップでそれを表現したとか、そういう感じなのかもしれないですね。あんま怖えな。本当に怖い。ロブだけが知っています。No one but Rob has the knowledge. 誰も知らないけど、ロブだけは知っている。ロブってまず誰？これ一人用らしいですね。やっていくか。これちょっと気になるね。ロブロックスのロブから撮ってると思うんだけど、このキャラクターなんですかね？あ、制作者がロブリーだ。だから制作者だけが知っていることみたいなのが書かれてるのかもしれない。みんなこれあれだ、ほら、ロブロックスのテンプレでさ、あの家がある。え、みんな動けない。みんな動けない。みんな動けない。助けて、動けない。あ、これは出せる、これは出せる。え、進行方向全く動けない。どういうこと？めちゃめちゃ早い時間で太陽が昇ってますね。ヌーブスキー近づいてきてない？え、ヌーブ近づいてきてる、これ。いや、近づいてはないね、大丈夫だね。で、正面にもヌーブスキンがいて、後ろにもヌーブスキンがいる。で、ものすごい時間で太陽が、お日様が昇って落ちてるみたいな感じですか？謎すぎるな。なんか今回謎なのが多いね。助けてくれみたいなマップに入ると基本的にちょっと謎というか、まあ自分をかなり表現してるようなイメージ。だからまあ楽しんでもらおうとかそういうのじゃないよね。多分自己満足で作ってる。だから誰かに見てもらおうとしてないから、まあこういう感じでちょっとまあ自分を出すというか自分を表現してるっていうようなイメージですね。はい。ということでいかがでしたでしょうか。助けてやっていきました。はい。助けを求めているマップっていうのをやったんですけれども、どれもちょっと理解ができなかったです。どういうマップなのっていうのがよくわからない、ちょっと謎なマップが多かったんですけれども、まあ、ちょっとま、皆さんは遊ばない方がいいかな。ちょっと怖いから、いきなりわーってくる系のマップが多いんで、でもま、ホラー系とか、ホラーゲームが好きな人はやってもいいかもしれません。ちょっと俺はもうやりたくないですね。ちょっと心臓がふわってくるからさ、こういう系の実況を撮ると。はい、なんでやってみました。よかったら皆さんね、チャンネル登録と高評価していただけると嬉しいです。じゃあ皆さん、お疲れ様です。